ウエスタンダンサーとは、日本の競争馬、繁殖品馬である。主な勝倉は2008年系半杯。体質の弱さからデビューは遅れ2007年4月の3歳、未勝利戦となる。続く2走目で、初勝利を記録、同時に、この勝利は同馬を管理する、崎山博樹町教師の通算300勝となった。その後は脚部を考慮され、 ダート短距離戦を中心に使われ続けたが、3歳後半より、徐々に芝レースにも出走するようになる。2008年4歳になり、夏のオグラで、レコードにコンマ1秒となるタイムで勝利、秋には人気薄ながら、条件特別を連勝するなど本格化の兆しを見せ始める。小級初戦となる、京楽ステークスでは、重賞未勝利ながら上位人気の支持を受け日着と、 構想、続く京阪杯では、早め、戦闘から行為抜け出し重傷発生派となる。2009年5歳になり、デビュー以来初めて一番人気に支持を受けた、シルクロードステークスで、重傷連覇をも論むも、実質的なトップ半で56キロに泣き15着と、大敗を起死した。迎えた、大一番の高松の宮記念でも見せ場を作れず12着に、終わった。その後、 1> 中1周で挑んだ阪神品バステイクスでは最後の直線で一旦先頭に並ぶものの交代して7着に敗れた。続く KO 杯スプリングカップでは大外枠から先行集団でレースを進めたが直線で交代して10着に敗れた。続く CBC 賞では道中5番手でレースを進めたが直線で失速してブービーの17着と大敗した。 続く、函館スプリントステークスでは、広報待機策も、ブービーの15着と大敗した。続く、UHB 杯では、先行集団でレースを進めるも失速し8着に、敗れた。続く、キーンランドカップでは、集団待機も伸びきれず12着と惨敗した。6歳となった2010年は、中京競馬場の改修工事のため、京都競馬場で行われた。 CBC 賞から、復帰、新人の高倉良騎手とのコンビで道中先段で、レースを進めたが直線で失速し15着に敗れた。7歳となった2011年は、淀ド短距離ステークスで復帰、道中2番鉄追走も、直線で失速し11着と大敗。続く、シルクロードステークスでは14着、千葉ステークスでは15着、阪神品馬ステークスでは14着に終わった。 4月14日付で競争馬登録を抹消して引退。生まれ故郷の北西牧場に戻って繁殖品馬となる。ありがとうございます。